列車が参ります。危ないですから黄色い線電池ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.はい、皆さんおはようございます。5時半過ぎにね、撮り鉄の朝は早いんでございます。いや、なんで早いか言ったらね、あのね、貨物列車はね、まあ前も言ったかもしれんけどね、貨物列車取らにゃいけんけんね、その貨物列車ね、時刻表に出てないけんね、やっぱりわしらみたいな素人にはわからんのやね。そしたらね、やっぱりね、貨物列車やのはね、まあわし、五日市の人間じゃけね、広島の五日市の人間じゃけ、山陽本線なんかよう見とるんだけどね、山陽本線なんかね、貨物列車はね、朝が早いようなイメージがあるけね。ここはね、福井なんじゃけどね、それは福井は北陸本線なんじゃけどね、北陸本線がね、それはね、山陽本線と一緒かどうかはわしらには分からん、ね、分からんのだけどね、私も朝早起きてからね、このファミマの近くのね、寝とったところのファミマの近くにね、九頭竜橋というのがあるからね、福井県なんだけどね、そこが撮影スポットということでね、本に載っとったけね、まあ車でね、あんま5分か6分のところなんだけどね、朝起きた時に雨が降っとったんだけどね、着いた頃にはね、止んでくれてからね、まあいいかったよ。ほいで、まあここらは車止めてね、ほいで、これが九頭竜川やってね、ほら、もう信号見よったらね、これはなんだ、あれはサンダーバードかなんかじゃねえ、サンダーバードともう一個なんか東京が走っとったよね。ここでね、さっきの九頭竜橋のところでね、まあ、貨物列車とったけどね、貨物列車の企画やるけね、その時に貨物列車の興味がある人は見てくださいね。興味がない人はまあ別に見でもいいんだけども、ほいでこれついとまたね、30分ぐらい走ったんかね、これね、また違う場所でね、貨物列車を取ろういうことでね、基本的にね、今回のね、このサンライズ広島、サンライズ広島いうのもなんか恥ずかしいんだけどね、要はこれ車中泊でね、まあ自分で勝手に企画決めてね、北海道回ってね、まあ本州また帰ってくるいうような工程でね、予定組んどんだけどね、基本的にはね、まあ今までやっとるような駅シリーズとね、駅シリーズと、まあ日本全国の貨物列車、まあ取って帰ろうじゃないかいうようなことでね、この時まあ行きはね、日本海側を見ながら、日本海側を通って行って、フェリー乗り場まで行くということでね、まあその途中でね、あっちこっち寄りながら、貨物列車とかね、綺麗に撮れるようなところをね、本で見ながらね、撮影スポットとかね、
それを参考にしながら、で貨物列車通りながら、青森まで北上するということでね、うん、まあ今日2日目でね、福井スタートで、目的地は新潟でね、今日は、うん、その途中で、これ どっかの踏切なんだけどね、これはサンダーバードかなんかやね、サンダーバードともう一個なんか特急があったよね、白鷺だったか笠鷺だかなんかちょっと忘れたんだけどね、うん、で、ね、またね、10分か20分ぐらいで車走らせてね、ホソロギーいうところね、ここで駅取りでもしようかなと思ってね、まあ、もちろん初めて来るところでね、まあ、しかし、ほんま、これ、お客さん誰もおらんよ、ほんまに。いや、電車来てもね、1人か2人とかあんな感じだったもんね。田舎じゃわこれほんまね、いやわし別に田舎じゃわ田舎じゃわ言うてね、別にわし田舎好きじゃけあれじゃけどね、別に田舎はバカにしとるわけじゃないんよ、なんかこれ採算取れてないよね絶対ね、コーナーがね、何年かしたらね廃線になりましたとか言うていうニュースを見るよね、ああいうのはニュース見るの嫌じゃけわしね、こういうのはね、採算取れん路線でもね、頑張ってもらいたいな、いう思いでね、いいよとか。別に、田舎だけ言ってバカにしょるわけじゃないよ、ほんま。大丈夫かな、言って心配しょるだけのことでね。広島だってあれよ、壁線なんか一回いないなったんだけどね。昔は三段橋とかね、あっちの方まで行きよったら壁線ないなってからいっぺんね。でなんかその後またちょっと復活したいというからね、壁の方までしか復活してないんだけどね、まあ、その話はどうでもいいわ、もうほんまにね田舎の路線頑張ってください、応援してます絶対なくさんように、わしの目の黒や 目玉が黒い間はね、あこが廃線になったこっちがないなったとかいう話はやめてよほんまにお前を頼むでほんまに応援してますよ、これでまあこれどこ行きよるんかいまあどっちにしてもね、これ田舎道を北上しながらね、新潟向かって行きよるような感じなんだけどね、まあ雨が降ったり止んだりでね、ちょっとはここでね、これどこ8号線の8号線走ろうってね、ファミマ見つけたけど、まあ朝飯でも豪華やるようなことでね、さっき朝起きたところのあっこではね、もう起きたらすぐ移動したけね、うん、ここでね、どん兵衛といくら丼でも、いくら丼じゃないよ、いくらの結びでも食おうかな思ってたらね、あれでね、飯食いよったら大雨降ってきてからね、まあこれもすぐやんだ、やんだり降ったりやんだり降ったりよね、うん、まあ長丁場の旅じゃけね今回はね、うん、言うてもね、あまあ途中で何があるか分からんけね、そこにのんびりとはしちゃおらんのだけどね、予定の組み方としてはね、初日はさっきの福井で、2日目が新潟、これ結構ね、きついよね、やっぱりね、1日ね、9時間か10時間くらい運転せにはいけんかったけどね、これでもやっぱりね、7月6日のフェリーの時間に遅れたら、もうことにならんやで、これ、ほんま、北海道がメインじゃけね、今回の旅行は。これだけ早着くのはいいけど、もう遅れるのは絶対いけんけん、これだけ、まあ、初日と2日目はね、もう無理してでも福井、新潟までは行ってしまおうと、で、新潟、秋田はね、運転時間がね、5、6時間ぐらいで、これは割と大したことないよね、で、秋田から青森なんかもね、ほんま3、4時間ぐらいのもんだけね、
半沢直樹見ながらね、運転してね、ずっとベタで行くけね。もうひたすら8号線よね。日本海側の国道8号線をずっと登って行ってからね。まあ、8号線はね、トラックの運転手やりよってた時はね、彦根までしか行ったことないんだけどね。8号線も長いんじゃね、これね。ほんまどこまで続いとくかよ、詳しくは知らんんだけどね。もうほんまね、この辺は多分富山じゃろう思うんだけどね。富山までしか行ったことがない。こっから先はほんまに未知の世界でね。さすがの場所もこっから先はね、ようわからんのだけどね。とにかくスマホのね、Google ナビの、あれでね、ずーっと行きおるんだけどね。もうこっから先はほんま未知の世界でね。おい、大丈夫かいなみたいな感じはね。ほいで、12時になってきてね。ね、目的地の新潟まであとね、ここからね、5時間7分でね、出とるよね、Google ナビでね。で、額面通りには受け取れるんだけどね、やっぱりね、ずれるけね、やっぱり6時間、7時間ぐらいかかるだろうけね。新潟着く言ったら、まあ、夕方6時、7時になるだろうね。ほいで、これね、北陸自動車道の朝日インターまでね、6キロいうところでね、ちょっと腹減ったけ、まあどん兵衛でも食おうかな思ってからね。カップラーメンばっかりなんですけどね。いや、ここでね、なんかあわよくばちょっと貨物列車がね、貨物列車が取れればいいなぁ思いながらね、まあ、ここ止まってからね、結局まあ貨物列車取れんかったんだけどね、取れんかったんだけど、こんかったんだけどね。愛の風富山鉄道いう路線らしいやね。全くわからんから初めて知ったんだけどね。一両編成のね、なあこれ、こういう、もう明らかにね、見た感じ田舎の電車いうのはね、わしも好きなんよね、あれなんね、ほんまにね、もうほんまに頼むけね、はい、なくなってとか言うのやめてよ、ほんまにもう。まあね、JR も頑張っとるんだけどね、あちこち観光列車走らせてからね、お客さんは常に思ってね、まあなんか、前の駅シリーズかなんかの企画でも言ったけどね、JR だけ頑張ってもダメよね。もうちょっと地域がね、自治体なんかがね、頑張ってね、お客さん集めるようななんか施設を誘致するとかね、なんぼ JR だけが頑張ってね、観光列車走らせたけ言うたってね、無理よね。相変わらず半沢直樹のね、これ2じゃね、2見ながら、慌てたらね、こうやってやっぱりね、日本海が出てきたりするけね。これ日本海見ながらね、基本的にね、これでね、やっぱりね、こういうところはね、観光列車やっぱり走っとんよね。これ何の観光列車か知らんのんだけどね、これはね、いや初めて見たい。これも明らかに観光列車よ。観光列車ってね、海が見えるいうところをね、景色がええところはね、わざとゆっくり走ってね、これ多分北陸本線じゃろう思うんだけどね。これで海が見えんようになったらね、もう速攻で抜いていったわ、わしの車。ほんまに時速100キロぐらいでぶち抜いていっててからね。海が見えるところはね、ああやってね、観光列車、今までわしもね、山口県の方のね、山陰本線の丸々の話とかね、ああいうような観光列車の乗ったけね、景色がいいところはね、わざと時速20キロ30キロで走ってからね、景色見せてくれるんだけどね。見えんようになったらね、もうほんまブチ抜いていくの。ほいで、これももう新潟駅のあれよね、近くよね。新潟駅のね、やっぱり駅シリーズの企画でもやらねいけんじゃろう思ってね、これロケしに来たんや。ほんで、まあ今日はね、新潟駅の近くのね、なんやらいうところでまた寝るんだけど、これもう新潟駅
いや、あのね、本来ならね、新潟駅の企画はね、新潟のロケはね、明日やろう思ったんだけどね、まあ割と早い時間に着いたけね、ついでにやってしまうかいうようなことでね、ここで来たんよ。やっぱね、今回ね、長丁場の旅行じゃけね、何が途中であるかわからんけね、できることはさっさやさっさ やっとった方がいいじゃろう思ってからね、できることはもうすぐやると。ほんまサラリーマン時代の仕事はね、今日できることは明日やれみたいな感じでやりよったけどね、まあ今回のこのね、旅行は所詮遊びだけね、やっぱりできることはできるときにやってしまう思ってね、あ、8時前にね、ここね、あの福井駅の近くにね、スーパー銭湯があって寄って、でその後ね、貨物列車が走る路線の、なんやら遊駅のところのね、近くの、コンビニで、まあ、寝よう思ってからね、まあ、あの風呂入った後ね、20分ぐらい走らせてからね、何いうところかと忘れた。あ、月岡駅でね、月岡駅、羽越本線がね、あの貨物列車走るいうて、あの本に書いてあったけどね、まあ、明日の朝ね、あの羽越本線の月岡駅の方で、貨物列車取ろう思うてがね、ほいで、まあ、その近くのコンビニね、えげんなところがあったけどね、ほいで、まあ、ここへ着いて、まあ、今日はここへ寝ると。その前に、まあ、あのね、仕事せにゃいけんけんね、あのカメラで撮ったやつをね、パソコンに映しとかんとね、あのメモリカードをね、空にしとかんとパソコンに映してからね、じゃないと明日からロケができんけんね、カメラ回したらメモリがいっぱいになったら、は、撮れんようになるけんね。これ今日はどういうわけかね、まあ、ちょっとビール飲んでみたいな思ってからね、いつもならレモンサワーなんだけどね、セブンののりペンかなんか食いながらね、まあビール飲みながらね、酒飲みながら、おいで、まあね、もう朝が早いけね、わしら。この時はもう割と早めに寝ます。ご乗車ありがとうございました。